ございます。モコフィットネスです。今日は日曜日、公共のトレーニングです。最高の一日にしたいと思います。皆さんも楽しんでいきましょう。コーダブルームだ、はいはい、失礼していたしました。名前を忘れて買ったの。これ評判いいですよね、コーダブルームって。これいいっすよね。これ DI2 ついて20万来てますからね。すごい。あー、なるほど、そうなんだ。動画映るのはあれだけど、何歳でしょうか。11歳。11歳だそうです。11歳でリドレーとコンポが空。すごい。身長いくつぐらいある。164。うわー、そっか、かなり11歳で身長高いんで。よし、皆さんも気をつけましょうね。あのプロテイン配合って 5000mg とか言うけど、たった 5g ですからね。よくあるけど全然ですよ。ほじくったらもうなくなっちゃいますよ、そんなプロテイン量で。
ごめんなさい、ねえ、下ネタやめましょう。で、今もがきあったんですけども、前々回の動画とかにも映ってるんですけども、抜群に速い、人がいます。なんか沖縄もすごい順位取ったんだよね。で、彼のスーパーマシーンめちゃめちゃかっこいいっすよ。いますよ。はい、トレックですね。見てください、これはやばいでしょ。紹介していきましょう。ドライブトレーンの方に回します。はい、まずですね、コンポーネントからいきましょうか。コンポーネントはデュラエースの電動ですね。電動、はい。で、フロントディレイラーは、一つ前のデュラエース、はい。で、リアディレイラーはアルテグラになります。で、まあまあ、コンポはいいですよね。で、見てくださいよ、これですよ。カンパニョーロの、WTO60 ハイトですね。うちのチームでかなり評判が良くて、例の根田選手のドグマ F10 かなにもこれを履かせています。で、カンパニョーロ、フルクラムの、醍醐味、これですよね。大型、フランジですよね。はい、これで、トルクフルな、力を逃がさないように動力につなげています。で、トレックということなので、リア、フロントのブレーキ、これがとりあえずかっこいいですよね。はい、ブレーキこれめちゃめちゃかっこいいです。で、イソスピード、ここですね。このテクノロジーですよね。僕の大好きなテクノロジーですよ。はい。ここら辺がね、出来方がね、すごいやっぱ、アメリカのメーカーで一流ですよね。仕上がりが半端じゃなくかっこいいです。はい。そしてこのエンブレム、見てください。トレック、かっこいいですよね。もう、車みたいですもんね。ステムなんですけども、プロのカーボンですね。はい。で、サドルが、アスチュードですっけ。はい。これ僕もこの緑のやつ欲しかったです。最後に、流しながら見てみましょう。はい、今届いたんですけども、あえてコーヒー2つ頼みました。片っぽは酸味マックスで、片っぽは酸味がないやつ。飲み比べてみます。じゃあ、まず一発目、酸味が一番マックスのやつです。いや、もう一つの方、酸味が全くない方。で、酸味がある方、もう一回いきます。自分としての好みは酸味がある方ですね。酸味がある方のが僕好きです。もう本当に違いが上がってきました。酸味がある方が美味しいかな、個人的には。皆さんはいかがでしょうか。コメント欄に寄せてください。どんなコーヒーが好きなのか。で、見てください。ご褒美で、ここのオペラというケーキですね。はい、これを食べたいと思います。
これうますぎるでしょう。やっぱちゃんとしたスイーツは美味しいですね。うん、こうやって酸味のあるコーヒー、あー幸せ。僕ってこういうのからもうね、あのかけ離れた生き方だったんですけど、こういう感じが分かってきました。はい、100g になって、あと 200g ずつ入っていますので、はい、どうもどうもありがとうございます。はい、ぜひまたお越しください。お願いします。はい、ごちそうさまでした。コーヒー3杯飲んで、3杯飲みましたよ。で、豆も買ってきました。はい、はい、お疲れ様でした。トレックね、いかがだったでしょうか。もう今日はね、ヘトヘトですよ。もうあの後ね、パンクですよ。もうパンクがね、あってね、それで、直したりしてて、もう何やかんややって、ですね、終わっちゃいましたよ、一日が。あ、で、それで、じゃじゃじゃーん、アニマルパーク。はい、アニマルパークですよ。もう常日頃から僕がもうヘビーローテしてる、アニマルパック、アイハーブで、なんかね、激安になってたんですよ。もう高いからコスパ良くないんですよ。いいって言ったらいいのかな？こんだけ入ってて、あの値段だからコスパいいっていうの？まあいいや。うん。まあまあ、そうは言っても高いんで、続けるにはちょっときついなって思い始めた矢先に、大特価だったんでね、もう皆さんにね、黙って買っちゃいましたよ。もうね、すごいちっちゃい人間でしょ結局、僕なんて。本当にね、大物だったらもうツイッターとかね、インスタグラムでグラムとかね、SNS 使って、今安いよみんな買いなよっていうのが、まあ大物なんですよ。それがね、できないんですよ。結局自分一人占めみたいなね。最低な人間ですよね。まあまあ、そんなこと言ってもね、ちょっと忘れて、ね、本当は言えばよかったんですけど、本当忘れてましたよ。はい、なのでね、これ、ちょっと、来ました。皆さんも、ね、突然栄養学の話になっちゃうけど、こうやって、マルチビタミンとか、ビタミン B 群、ほんとおすすめです。僕らには絶対必須です。過去動画見てください。ビタミン、あと糖質とかね。ほんと最近ちょっとちょこちょこ、栄養学雑談挟んでるので、本当に早くなる本質ですからね。はい、もうそこでしかないですから、正直。すいません、いきなりね、お説教じみたことね、大した人間じゃないのに、結果出てないのに。はい、まあそんな感じ、今日は終わりにしましょう。まあいつも通りですね、ちょっとでも楽しかったら、いいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。